はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回なんですけど、イベルタル入りのね、こういう受け回し、プラスイベルタルみたいな感じの構築が結構流行ってるって聞いたんで、ね、使っていこうと思います。で、この試合に関して言えば、イベルタルはかなり投げたくて、そうなると辛くなってくるのは、無限ダイナもちょっときついか、後出しは許さないパワーあるけど、対面はだから、からされると思うんだよな、多分。その辺を考えると、そんで、レヒレとね、サンダーに対して、引ける駒っていうのが必要で、ヤドキン TV かな、そうなると。ラッキーでもいいけど、アンドロスに対してやることなさすぎるでしょ。で、そうなると、物理の攻め駒が重たい話があるから、フェローチェから入って、出し負けないようにして裏にヤドキングを置くとダイナモケアできてていいんじゃないか。これでいきます。結構ね、扱い難しい寄りな感じはあるんだよ。サンダーから来る。トリプルアクセルで死ぬとかさ、いやでもそれは静電気でサンダーウッキウキになるからな。プレッシャー。スカーフはないと思ってよくて、5つ目がめんどくさいけど、さすがに5つ目は静電気使わないとバカすぎるから、トンボでいいね。スカーフもないと思う。引きにトンボをせるなら一番いい。裏を繋げマジ？水の方がからか。それ僕ここ、インファでどうしてたんだってめえって言おうとしたけど、普通に水なら全然成立するね。これはイベルタル投げでいいか。で、ここ処理すると、アックよりはヤドキング動きやすい話はあるけど、オブリビオンウィングを打ちたくて、ただサンダー引きを考えると、アクハも割と面白いと思ってるけど、多分、アクハ打ってもダークパルスでもどうせサンダー取れないから。オッケー、殺せたわ、裏押す。アクハとかちょっと見えるしな。でかくて、結構でかくて、これでサンダーがおそらく出てくると思ってよくて、ダイマックスなくてもね、イベルタルの殴り合いの性能は化け物じみてるからね。このサンダーワンチャン速くない話あると思うんだけど、イベル捨てる理由は特にないから。裏多分無限大だと思うんだよな。そうなるとこのヤドキングで詰めれると思ってるんですけど、どうすか。釣ってる。誰？エスバ、はいはいはい。そういう感じか。サンダーに対しては、レイビでワンチャン。いや、ちょっと怪しいか。相手何打つかな、ここ。ダメージ通る技としては、不意とかいろいろあるけど。いや、でもそうだったらイベルナー打っていけるから、ここ、タスキタデにフェローチェ出していいか。で、サンダーにはヤドキングで勝てるから、そこはそんなに心配してなくて。火炎ボール、はい。一回ヤドキング突っ張ってもよかったっちゃよかったか。これで相手サンダー着地してくるかな。インファ打ちたいけど、トンボでサンダーに僕、ヤドキン TV 置ける方が楽か。突っ込んできた場合、考えるとインファか。いずれにしてもサンダーの前に、不意持ってる感じ。それは構わなくて。どうしよっかな。火炎ボール不意打ちでしょ？タスキっぽいよな。一回オブリビオンしたいな。多分あのサンダーボルチェンないから、釣られないんだったらヤドキング盤面着地できるでしょ？オブリビオンでいいね。サンダー引きでも構わないか。相手無限大は投げてないのか。別に、イベルタルにそんなに弱くないから、出してくると思ったけどな。ボール。これは、次、こっちは不意耐えるけど、こっちの不意は、相手のエースマンしばくから。近伝のパワーが、一番出るな。多分助けだと思うんだよね。動き的に。エースバーン。めっちゃ回復すんな。羽ワンチャンなくてもいい話あるか。いや、欲しい場面あるけどな。これは不意で OK で、引くなら引くで構わない。オッケー、引くなら引くでいい。だこれすると今度ね、多分ヤドキン TV に対して繰り出せないと思うんだよね、結局。不意打ち読まれてる。特殊型にして不意打ち読まれないようにしようと思ったけど、普通に読まれるな。まあそりゃ、ケアするか。最も強烈な技の一つだしな。で、遅いなら遅いで、アクハワンチャンもあるから。ディスチャージ。火力悪くね。おい、ふざけんな、一発でまひんじゃねえ。おかしいだろ、やってるほど。まあ、これは打ち合いでも僕が勝てるから、ヘドバックで突っ込んでっていいか。受け選出してきたら、特に。もうその3段、大昔の遺産じゃん。今使ってんのおかしいでしょ。硬っ。ガチか。怠ける。違う。匠のターンにさ、エスバ出てくるの嫌だけど、匠か。突っ張りの意思見せてるし。オッケー。一回暴風押してから引くみたいな。バカじゃなくて助かったわ。ふざけ、もう、これで相手引けんじゃん、ここ。まあ、ヤドキングでエースバーンに一回突っ込んでも多分大丈夫だと思うけどな。いやでも不利で死ぬか。さすがに。暴風連打のお猿さんなのは構わなくて。ねえ、もう2回。2回目だけど。もう、それやってることがさ、原始サンダーなんよ、それは。もう、4回中3回当ててるし、まあそんなもんか、当たる確率は。ねえ、混乱引くのおかしい、マジやってるほど。ここ動かない、さすがに切れる。オッケー。いや、いくらなんでもやってることおかしいよ。さすがにおかしいよ。瞑想の方が良かったかな、匠より。マジフレに対して匠押せる方が強いかなと思って匠にしたんだけど。もう一回怠ける必要があって。まあ、マヒル、ねえ、しかもなんかこれ都合よく引いてるけど。おい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 、どういうことだよ、マジで。打点でも不意なんだよな。オッケー、動くの偉い。ちょ、ダメ系するか。S バの不意ワンチャン体力ね。B 振ってないけど。12ぐらい振ってるわ。不意打ちさ。耐えるっしょ。弾じゃないし。で、いやでもこのヤドキングが裏に残るの結構不安しかないけどな。でもこれイベルタル出てきて、オブリビオン打たれるのまあまあ、てかこっち、その後、アクア打ってば良くなるから、それ考えるとこう、不意押しにくいと思うんだよな。イベル引きとか考えるとね。火炎ボールで、まあまあいいダメージ入るわけだから。うん。まあ僕もね、一回突っ込んで次で引くっていうプレイングは当たり前な。ここほんと動いてくんね。マジで。ういー。バカが。くたばれ。エースバーン処理して、ヤドキン TV は再生力を絡めればいいため。まあでもこのヤドキング多分、まあまあ使ってる人いるっぽくて何回か当たったんだよね。それで、これ強いなと思って今動画にしてるんだけど、それを考えると、それをケアして台な出さないっていうのは、まあまあ利口な気もするね。ただ、あとヤドキングが麻痺しびれで負けないかが問題だね。まだ切り抜けたわけじゃない。相手多分バカだから暴風打つぞ、ここ。オッケー、ほらね。耐えるんよ、これは。当たり前なの、それが。このさ、サンダー、ワンチャン、まあまあ火力悪くね。こんなもんだっけ。でも最速じゃないと思うんだよな。ワンチャン上取ってないイベレタル。ほらね。オッケー、動く。死なないワンチャン。無理か。ちょっと届かないか。やっぱそういうサンダーだよね。ちょっとサイクル用の。しかも、高級お盆。ねえ、暴風連打はおかしくないか。それはおかしくないか。ヤドキン TV、頑張ってマジで。頑張ってマジで。これ技構成は僕勝つんよ。とりあえず怠けると、オッケーオッケー。バカが。動く偉い。たくんでヘドバックをし始めたら、こっちのものな気がする。いや、相手プレッシャーなんだよな。いや、まあでも言うてそんな別に PP 少なくねえわ。ちゃんと増やしとるし。まあ、ボフ当たんの甘んじて受け入れてやるよ。マジで混乱だけすんな。もう、麻痺も。麻痺しびれ当たり前じゃないんだよ、このゲーム。確率を知ってっか？ちょ、動け。マジで。丁寧に羽を押すとかそういうのを少しぐらい見せてくれても。オッケー、タクム。来た。行くぜ。これ多分一発で落ちないと思うんだよな。一回さ、怠けたい。怠けてからオッケー避ける。これならこうヘドバックでもよかったな。このでもヤドキングで最後、まあ、詰めれると。タマサンダーがいなくなったおかげでね。いやまあダイマックスがないのもそうだけど。バーカざまみろ。うい。どんぐらい入る？毒低かった。余裕。余裕じゃねえわ、全然。くそヒヤヒヤした。オッケー。GG。もう一戦いきます。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やっていくんですけど、多分これはイベルタルループ、イベループミラーだね。もう、ヒヒダルマンやめてくれ、マジで。ヒヒダルマン入れてるやつは全員頭が悪いです。選出を決めていくんですけど、まあでも割と、スイ君イベルタルは投げたいかな。で、ドヒドがめんどくさいから、ヤドキン投げたいけど、まあ、裏にイベルがいるから、ヘドバックを打たなきゃいけなくて、まあその辺のめんどくささがある。ただ出し負けたくないのはいつもで、まあ、セイ君、イベルタル、ヤドキングって選出になるかな。ダルマに対してはイベルタル引きで全然やれるから、それでいい。だこのルールワンチャンね、ドヒド HD のが強い話あるから、それがめんどくさくなりがちで、イベルから来る。まあ、ここはアク技に対して僕、イベルタルに引くんだけど、ちまきとかやめてほしいな。これ僕もイベルタルから入んなきゃダメだったかな。それでダルマと勝ち合った時がさ、本当にスイ君にトンボされて、スイ君がダルマの対策にはなってないんだよな。土俵かなんか入れるべきか。相手はしかもなんか色違いで格の違いを分からせられてる感じはある。ダークパルス。持ち物何？玉じゃない。スカーフはまあまあめんどくさい。だここ何出てきても、デスウィングがきついはずだから、同速だね、多分。いや、相手が S 切ってる話は、なきにしもあらず。それもワンチャンあるな。玉バレ。相手もデスウィング打ってくる。これ、一生あれかな。どっちが勝つか決まらない。平行線バトルかな。ここと次、ちなみに同速、2連で負けると、僕負けるんだけどな。多分でも僕の方が早いっぽいな、これなんか。こんだけ同速負けないところを見ると。一回赤でどついてさ、昼間スタルか。羽休め、相手多分遅いの分かってるな。じゃなきゃここ羽押さないよな。安全策一回跳ね切ってきたってことは、ここね、ここ悪派でひるむと相手、裏に引くしかなくなるから難しいと思うんだよね。ひるめ、デスウィング。相手の跳ね休めを削っていくゲームになってるけど、まあ、それならそれで僕これ打ち合ったら勝てるから、それでいいか。いつか赤でひるみ引いてっていうのを永遠にチャレできるから。多分相手純速なんだよな。なんかを落とせるのを意識して多分そういう構成になってると思うんだけど。ちなみにこうデスウィングだと次僕デスウィングって倒せる話が5ミリぐらいあるよ。半分いかないぐらい入るんだよね。これ落ちるくね？潰すわ。命の玉のパワー見せたるわ。これ同速でお互いこれやってたらすげえしょうもないこと起きたけどな。本当に。いやーでもよ、ちゃんとね、早めに羽休めを打つとかっていう。相手これ最速だった？相手最速だったのかな？だとしたら僕おかしかったけど。ごめん。はい、じゃあ続けて2戦目やっていきます。ねえ、ゴチルセルがいるよ。ゴチルセルがいるけど、ザシアン軸。まあ、イベルタルは投げたくて、ザシアンに対してヌを引いたときに、まあ、ゴチルゼルっていうところで、相手は多分ゴチルザシアン、アット1みたいな戦術をしてくると思ってて、だるいなぁ。多分セイ君から入るのが悪いんじゃないか。ザシアンに対してセイ君で気合い入れて、最悪ダメだったらフェローチェで処理する。いやー、ヒトムが、いやでもヒトムは、最後赤い全部ひるませればいいんよ、こんなん。ラッキー持ってく話。投げをし続けると相手眠るし続けないといけなくなるから、自敗入れて投げで運ゲーをする話も。いや、人に対してラッキー投げて何も解決にならないからな。これだな。そうそう、イベルダル入りの受けループ使ってた、受けループって方じゃないけど、受けサイクル使ってて思うのが、いっつもね、ザシャン軸は戦いづらいんだよね。まあ、そのためにヌオがいて、それで、まあ、裏をイベルで全部殺せるからっていう理由で成立してたんだけど、ゴチルゼルが入ってると、いろいろ、だるいというか、不都合というか、まあ、熱湯から入るしかないか。じゃれ。強っ。ガチか。焼けふっ焼かない。ただね、対面的に処理するんだったらそんなに重たくはないんだよね。ここ一回守りたいな。読まれて剣舞をされると、宇宙崩壊する。まあ、ヌオいないことを読む話はあるよな、相手して。OK、これで2回目のやけどチャレンジの土俵には上がらせてもらえていて、スイ君をこの後残すかどうかっていう話になってくるけど、まあ多分切るしかないんだろうな。クソ入った。A 弾は許してやるよ。一発目が多分低乱数だったね。焼いてくんね、マジで。これね、きついなぁ。じゃれかわしで熱湯もう一発がある。鳥獣山。丁寧だな。さすがにこれは耐えるわけなくて。この辺の扱いが難しいけど、ヌオを投げてたら多分、すぐ僕、イベルタルに引かないとゲームになんなかったから。だから相手ゴチルゼルいるってことは、まあ、事実上、構築2体だから、選出が。まあ、僕もセイ君失っちゃったけど、多分詰めれると思うんだよね。インファで、多分落ちる。耐久ぶりかどうかによるけど。いや、じゃれ鳥獣山。いや、わからんな。上から通させてくれる。もうちょい。これはまあでも不意で取れるから、それは全然いいんだよね。そんなに、まずい問題じゃない。近電枠で不意打ち採用できるの強いな。ダイマックスないからさ、不意打ちが結構、殺害的な技になるんだよね。ここね、せっかなら、イベル引きもまあなくはないけど、相手でもメタも投げないでしょ。まあ、インファでもう一回突っ込むか。カバならカバで。せっか持ちいい。まあ、どっちみち残してもってとこあったから。多分、ザシアンをでも、こんだけ、いやーもう、ヌオをキャッチされたら負けるっていうだけでさ、こんな辛いゲームになると思わんかったんだよな。ザシアン残してくる分には最後別に何でも取れるから、欲張る必要なくて、不意できっちり処理していい。まあ相手も、結局ザシアンは回復できないから、多分そういう動きになるんじゃないか。で、イベルタルを一回流すようで、どうなんだろうな。まあ、石化で切るのが一番、妥当な話かと思ったけど。処理できる。まあ相手石化をしてたらみたいな話はあったが、それでもまあまあこっち、多分、まあこれは勝つわ、僕は。不意打ち策。で、こっからゴチルはいるんだよね、さすがに。僕も構築にゴチル投げない理由ないから。ヌオがいる構築には基本的にゴチル投げると思うんだよな。ヌオに座車向けを一任してるような、あれには。だから僕本当は無動で座車見たいんだけど、ミミッキュがいる。まあ裏はゴチルだね、十中八九。掴みに行くか。ワンチャンス。ひるむと多分即勝つ。いや、じゃね耐えるっしょ。さすがに。相手多分ゴチルで、でもゴチルでキャッチしたらもうその時点で勝つわけだからさ、その後詰めるとか詰めないとかじゃないんだよな。TOD でチンたらそれだけ。でけえでけえもらった。多分耐えてたと思うんだよな、確か。オッケー、ミッキー処理する。まあ、影打ち、じゃれ影耐えると思うんだよな。結局、裏に残るの、ゴチルでしょ？ゴチルに強いのがいいな。ゴチルに強くなるには、でも、並び全体で強くないとゴチルに強くないから、あんまりあれなんだけど。ゴチルゼル5体ぐらい死ぬと思うんだよね、これ。降参されちゃった。ちょっとイベルタル開拓したいね。GG、お疲れっす。